はい、6月18日八田原採用市レベルアップ交流大会始めます。初級の1回戦がまずうっそさんの下対八田ガラスピンク髪。ウストさんは最近格闘始めたそうです。しかも八田ガラスなんかやる気ある人なんでかなり素晴らしいですね。でピンク髪さんは何言ってたのかな。ピンク髪はキラかそうかそうかそうか。ひなしも初級だとどっちも難しいキャラなんでこれは練習してる方が今有利ですね。はい、タチタチリー。シモは強い技はタチリーがまず強いんでそれをガンガン振るようにした方がいいです。でタチリーにできれば余裕があればリーンで波動を押し込んで遊戯玉でつなぐといいかもしれません。さあ寄っている。ここまでいかない。あとジャンビーが強いんで最初はジャンビーを飛び込むのが強いです。ジャンビーに進行で突っ込むと知ってるか知らないと落とせない飛びになるんで最初はジャンビー進行と立ち入りを使い分けるといいかもしれないです。さあ新エザーあれはガードされて反撃確定します。なし立て立ち入り飛び出せなって新エザーで最後は EX リザン。そして勝ったのはヤタガラスピンク神さんのひら次120円玉さんの小太郎対何 22A ザッキーワイルドさん。あ、はい、120円玉さん遊んでいただきありがとうございます。戦いはまだまだ続く。小太郎クロー組み合わせ的にはまあ初級だとまあ分からっ殺しできる小太郎が有利なのかな。実際の組み合わせはクロー結構有利だと思います。まず小太郎側はサワラビを適当に振って相手の対応を見るのがいいかもしれないですね。最初はクライクライクライであれは内角です。ほらほらしかしサワラビ空中ぐるぐるあれ技名なんだっけ。まあいいや投げてビームからクライクリークライギブロッテ投げてディープがおっと投げ使って持続当たりしたんで投げブレキがちょうど噛み合っていた。最後波動さあ9ワイドさんが1本目を取っていく。ただしサワラビーフォローしてクライ投げてクリーあさあ空中クルクルおぼろ好きよな技ね忘れてた。ハロー空中ブロマンタおっと少ないを自分で消して少ないはなぜか小太郎も殴ると少ないが消えてしまうんで気をつけた方がいいですね。少ない少ない相打ち相打ち少ないっていうかハローいた投げて特にしやしジャンビーコバコバしやし今にめくりから投げてジャック攻撃はあんまり有利が取れないんでジャック攻撃出すときはできるだけ強を出した方がいいです。どうしてもジャック攻撃で出したい場合は低めでやってといいです。さあサーミーアイチサーミーサーミーおっと勝利を落としてそして勝ったのはザッキーバルドさんのクロー初級って3曲やるのかな。オルルさん
いや、やらない。遊んでいただき、はい、ありがとうございました。じゃあ、初級決勝戦。ヤパガラス、ピンク神さん、はい、ザッキーワールドさんの黒。初級で3決やるのかなと思ったんですけど。あ、やっていいですか。じゃあ、三決、ウストさん。ウストさんの下対、120ラマさんの小太郎。下小太郎。あ、でも小太郎は分からん殺しが強いんで、あんまりやり始めのウストさんにはかなりきつい展開にはなると思います。でも小太郎は体育が弱いんで、ジャンビー進行には取り込むといいですね、下は。まず小中級の小太郎は落とせないと思います。内足、立ち入り。じゃあ立ち、くらい、くらい、さあラビー、くらい、じゃあ A 落として、立ち入り。できればパッチ D は波動を仕込んで雪玉で繋ぎたいです。そして D、パッチ。カーラ B、くらい上がって、悔しい、パッチ D。はい、待ち惜しい。一本目立ってウストさんのシモ。いいっすね。くらい、カーラ B、くらい、くらい、くらい、さあラビー、さあ近寄れない、どうする。あれの対策はくらいとサウラビーを両方ブロックして反撃を入れるのがいいんですけど、まあ初級でも難しいですね。おっとシエザー、しかしあっとここまでいけない。くらい、悔しい、スタッフお裏付けよ、あっ G。おっとシエザー漏れて、チラシから、おっとライブ、ジャシ当たっている。コバコバ、そして120ダムさんが取り返していく。いい勝負ですね。くらい、くらい、くらい、さあ、次。進んでくるところに置いてやる。さあ、ラビー、近寄れない。あと戻すけよ。いいから、悔しい。投げて。くない。おっと、ここまで。しかし、追撃できない。罪を負っている。さあ、ラビー。くない。近寄れない。なんとかして近寄りたいが、小太郎は厳しいか。そして、勝ったのは120円玉さんの小太郎。そして、3位は120円玉さんの小太郎に来ました。おめでとうございます。では、初級決勝戦。ヤタガラスピンク神さん。はい、ザッキーワイルドさん。ありがとうございます。フローヒラ、組み合わせ的にはいい勝負なんですが、ヒラ難しいんで、初級での苦労はそうですね。で一方苦労はシンプルで分かりやすいキャラになってるんで、初級では結構強いキャラです。悔しい、悔しい。フォアフォア、パチリ、フォアフォア、いいから投げて、と新エンザー暴れていく。 DC EX ボケス、腹振り合ってる。勝利を伸ばしていく。上が見えている。投げて、おっと新エンザーで切っていく。 EX ユーザルハウスつないで新エンザー、ここから押し置き。一本目立っていく。ザッキーワリドさんのプロ強いな。イブリー大足、フォークバー大足、ユーギザン2-2、チアシ勝利を残して、イブワンカードしてる。大足、フライヤーシ近寄れないか。イエクス、ユーギザン、フォークバー、ユーギザン大足、さあ終わりそうだな。うわ、トップロカウンター、しかし追撃できない。ゆうきさん、両方終わりそう。どうなるか。勝利では切っていって、シュウさん、ゆうきつもぐつけちゃうヒット、しかし追撃できない。ジャンビークレイク、
中なん？おっと、さあ、押して、反撃。おっと、ブロが。いや、チルーハー。どうあれか？いや、フォロー。ここから暮らして、最後ここも勝利。そして勝ったのは、バッキーワイルさんのフロー。そして優勝、バッキーワイルさんのフローで決まりました。おめでとうございます。では優勝コメントお願いします。どうもブレードワークス勢のザッキーワイルドと申します。新バージョンが今ロケテ中なんですけども、ちょっとつまらないので新しいゲームを始めてみようかなと始めてみました。ちょっとこれ楽しいんでしょう、これからもやっていきたいと思います。ありがとうございます。お願いします。このゲーム面白いんで。じゃあ優勝したザッキーワイルド様、中京トーナメントに上がってもらいます。で中級トーナメント1回戦、オルルさんの交代、リフトンさんのクロー。あ、本当にコートクローしかいない。いや、両下、両下です。あ、コークロー組み合わせ的にはいい勝負です。今回コーは強化されたんで、かなりゴムに近い組み合わせになったんではないでしょうか。もしかしたらマッチはコー有利かもしれない。プロからタッチ、アイジー、トブリー、ダッチ、前出しから、タッチ、タッチ、タッチ、ブロー、で投げて、ちょっとズーでいく、チョウ、あまりを読んだが、しかしガードされてしまう、ハロー、タッチ、ダッチ、ブロー投げた、終わったら出投げ、投げが外している、ダッチ、ダッチ、おっと、ジャンディめくりから、しかし、真空波動、つながらない。キャンセルになってもつながってますけど、おお、差し返し、できる。そして、リフトンさんが取っていく。最近強いリフトンさん、このまま上級に上がれるのか。しかも、ゲージ状況かなりいい。おっと、投げて。投げますか、外している、投げて。タッチ、タッチ、2回連続で食らうと痛い。よし、タッチ、おっと、西、ブロから西行こうもできない。ここは、今日譲る派から、浮き入れまで。ここは、譲る派。さあ、タイムか、もうないが。投げますか、外して。じっくりしてる。これまあタイムアップでもいいという動き。黒からあっと使って勝ったのはリコンさんの黒。少し黙ってください。どうでもいい。どうしようか、冷静になっちゃうから、じゃあ下の方行って。ザッキーワイルドさんの黒対アイカツ忍者さんのアズール。はい、ザッキーワイルドさんは初級から上がってきたんで、ザッキーワイルドさんが1本取ったら勝ちです。コークロだらけですね。いやー、まあコークロ両下なんでね、全然問題ないですけどね。さあ、クローアズール組み合わせ的にはいい勝負ですね。クローが立ち回りで封殺するか、アズールがはみ出殺すかって組み合わせになります。最初はレップ、レップシップ、ウェイキャグ、ウェイキャグ、レップ、シップ、レップ、レップ、シップ、レップ、ブローだ。おっと、クジブロー、ポートバー、ターゲットまで、ウェイキャグ、シップ、レップ、さあ、自分の有利な状況を作って攻めていく、いくつけから、ウェイキャグ、これ、ピヨってんのか、ピヨってだ。しかし、隠れ逃げない。レップ、近寄れない。昇竜、そして血足です。とどめ刺す。一歩目立ってくる、アイカツ忍者さんのアズール。やはりアズールは対策できないとかなり厳しいか。レップ、シップ。レップ、ギュッケーから、一人で行って。おっと、次やりきれ。せやし、差し返している。ターゲットか。ハード踏んで。シップ、おっと、アイチ。明確、勝利で切っていって。
じゃあ、投げ外して、で、プー、上行く、昇竜で。ここは昇竜、C1 回目消える。おっと、確認見せてしまったが、竜巻は黒は繋がりません。昇竜、見えているのが、投げ外して、で、プー、上行く、一足上行く。あーと最後は勝利を倒してしっかり反撃、勝ったのはイカツ忍者さんのアズル。はい、次岩さんの交代、リフォンさんの苦労。再び好苦労。今回はどっちが勝つのか、最近力をつけてきている岩さん、日本さんも地道ながら力をつけてきているんで、どっちが勝つかわからない。最初は出し、おっと差し返しはできない。立ち出し、差し返し、おっとブローから投げて、ここは相打ちは立ちのはダメじゃない。ここは昇竜、ここはいいエクサス譲る方でリバーが外して投げを外している。投げ反対に投げてしまった。投げ外していいエクサス譲る方、リバー止めてあの立ち差し返しの形になっている。ダイヤシハロー、ガードゲージを削っていくか。おお、ブローから投げて、ブローが最後は5番で岩さんが1本目を取っていく。いい勝負になってますね。しかもリフォーさんはゲージをしっかり持って死んだんで、2ラウンド目はかなりいい状況。さあしかしハローは途中1ダメージのみガード、あ、ブロー、あれ、さあゲージチャメでいく、よし差し返し、お互い両外力は高い。パッチよし、ダイヤシ勝利で切っていく、攻めさせない。パッチプロが、おっと取り出されて、勝利はガードして、ここからフルコン、神端、フォークも、暴れて、EX サロンから攻めていく、波動から、どんどん画面を押してって、まだ時間あるが、投げて、フォークも、ただし、これはどうなるが、波動、あと取り出さったわ、止めなきゃいけない。あと最後はダイヤシー、そして勝ったのは岩さんの子。すごい力です。こんな形で出会いたくなかった。じゃあ中級は三欠やのかな。遊んでいただきありがとうございます。じゃあリプトンさんのクロー対ザッキーワイルドさんのクロー、判定戦なんでザッキーワイルドさんが一本乗ったら勝ちです。クロードキャラ、どっちが老害力あるのか。まあ、中級のリフトンさんの方が老害力があると信じて見てみましょう。大事立ち、ドキディ、あとは戻って立ち、プロが投げ出し、ハド大事差し込んでいく、プロカウンター、しっかり、あっとここまでいけない。中段から立ち、あれ
だし、おっと、ブラカウンター、これは惜しい。最後、ジャーシー。ノット投げを使ってしまう。ほぼジャーシー、勝利は変わるし、ここからしっかりとも決めて、一歩目立てくるリフトさんの袋。しっかりしている。タッチ、タッチ、しかも出せない。で、足、差し返している。投げ発生。コフィー、アウチ。投げて。中段。で、足。じゃあ、D、クレイク。アイジャンカウンター乗ってるんで痛い。で、足、差し込んで。プロから、投げて。D、中段を離している。そこからガンフが勝利で切っていく。見ている。そして最後はジャンディ、勝ったのはリコさんのプロ。優勝はリコさんの黒に、あ、優勝じゃない、3位はリコさんの黒に決まりました。おはようございます。じゃあ決勝戦、岩さんの交代、アイカツ忍者さんのアズール。遊んでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。コーアズール、あ、これも一組合わせです。このゲームいい組み合わせ多いですね。さあ最初は要素してジャンジー取ってレップケーフから投げて、フォークバーターゲットまで、シップ、ウェイケク、ムロはフォークバーで止めて、勝利はガウシール、EX メイケクから、レップ、ウェイケク、レップ、レップ、固めて固めて、しかしウェイケク、割れた、しかし、コイツ、いけるいけ、こんなわけ欲しい。ジャンディー取って、ステップ、ステップ、上へ行く、ステップ、ステップ、固めていく、固めが上手くなっている、相方忍者さん、ステップ、パッとターゲットから、壊れそうだ、持って、裏に回って、EX ユーザーは、これはどうなる、トップバック、トップバック、固めて、勝利は漏れてしまったか。そして1本目取っていくアイカツ忍者さんのアズル、冷静に対処していく。メイキング投げて、投げてフォークはタッチ、チップ、デップはブロックだ、しかし追撃できない。メイキング、デップ、あ、チップか。じゃあ B 様子見せ、シップパッチで落としていく、メイケク、メイケク、パッチ、メイケク、固めて割れそうだ、さっと割れるのを嫌って食らってしまったが、しかししっかり割れていく、勝利で切ってきて、これはどうなるか、パーッと凍らげ。そして勝ったのはアイカツ忍者さんのアズル、そして優勝はアイカツ忍者さんのアズルに決まりました。おめでとうございます。では優勝コメントお願いします。とありがとうございます。次が TRF 予選ですね、日曜日、ぜひみんな参加してください。お願いします。お願いします。じゃあ上級トーナメント、トーナメントって僕しかいないのか。じゃあ2先で、また2先で、じゃあ実況お願いします。はい、さあ、その前に優勝商品、これをゲゲゲのアイカツ忍者さんにこのおでん缶を、あ、なるほど、中級優勝商品、アイカツ忍者さんにゲゲゲの妖怪菜園おでん缶が渡されます。ということで、上級のイップさん対中級から勝ち上がったアイカツ忍者さんのアズール、2先で勝負となる。で、ハンデもあるんですよね。いつもはハンデないです。あ、ない、ない、なるほど、ハンデなし、ミサキ。
さあ相変わらずのイップさんのこの勝率冷凍 BP の数字。アズールコアですが、イップさんもアズール対策バッチリしてると思うんで、結構これきついんじゃないかなと思うんですけど、さあいきなり下段風呂、下段風呂めっちゃしてます。さあ選んで端まで追い詰めたが、ここで無影客が通るが、端から逃げられない、逃げたい、なんとか熱風を当てるが、端から逃げた。ここからアズールが自分のペースで動きたいところだが、まずは熱風疾風巻いて、熱風疾風壁を作って、しかしイップさんのプレッシャーが、画面端とガクラチが近づいてくる。これは下くぐって逃げようとしたけれども、コーの飛びが鋭かったので、そしてグラつぶしの 6D、 これが強い。一番取っていくイップさんのコー。さあ2ラウンド目、開幕ジャンディ横に長いですね、アズールのジャンディ。しかし EX 竜巻一発で画面端まで来てしまう。これアズールすごいきつそうなんですが、ゲージもない。さあこれは1分半のペースが続くが、これはしっかりとグラつぶしをブロっていたが、投げが早すぎた。さあここで逃げたいが逃がさない。さあ1分半がまずは1本取っていく。もういいね、さて次そのまま続けていきましょう。さあ再びアズールコー、ステージは一緒、このゲームステージ選択がダイヤ変えてくるという噂がちらほらあるんですが、しかしもう画面端に来てしまった。さあ NC、 これも強いですね、アズール対策。アズールが前に出たいんだけども、前に出るとひどい目に遭わせるぞと言わんばかりのこのイップさんの壁、そしてピヨってしまう。しゃー足当てて1ラウンド取っていくイップさん、そしてゲージもマックス。さあ2ラウンド目、 EX ハードこれ強いです、判定も広がって相当強い。まずはゲージを1本払って、あっという間に画面端逃がさない。さあこれはブロカウンターしてしまったが、NC 一発、禁止一発で終わって助かったが、これは中段からしっかり目押しつなげて、しかし NC でこっち来るんだと言わんばかりに前に出してくれない。投げ2回で取ったのはイップさんの声となります。おめでとうございます。また勝っちゃってごめんなさいね。なんだろうな、あ、もっとシャガグラの種類増やした方がいいです。シャガグラってかグラップの種類です。コパグラとあとリープグラを混ぜれば、あの EX リバーサル名客が通るんで、そこから覚えた方がいいかもしれないですね、はい、そうすれば守りが強くなります。実はやってたんですけどね。え、行ったんすか？なんか抜けなかった。抜けなかった、多分早いんすよね、多分。そう、ちょっと山張りすぎかな。山張りすぎ、うん、いや、もっと遅らせればいいですよ、うん、まあ、じゃあというわけで、6月18日八田ヶ瀬 AOC レベルアップ交流大会、今日の結果は、初級はザッキーワイルドさんの黒、中級はアイカツ忍者さんのアズル、上級はまあ一歩黒ですね、黒じゃない、こうですね。八田ヶ瀬大会は毎週月曜日が135が無差別大会、24が交流ゾーン2大会、木曜が毎週交流大会、土曜が毎週初中級大会やっております。よかったら皆さん来てください。では今日はこれで締めたいと思います。お疲れ様でした。